水銀灯。水銀灯は、照明の一種。ガラス管内の水銀蒸気中のアーク放電により、発生する光放射を利用した光源である。高圧水銀灯と低圧水銀灯に分かれ、通常水銀灯と呼ぶときは前者を指す。医療用で用いる場合は、太陽灯とも呼ぶ。高圧水銀灯については、発光管の素材に、 石英ガラスが用いられることが多いため、石英灯、石英水銀灯などと呼ばれることもある。定義は、点灯中の水銀蒸気圧が100キロ1、000、キロパスカル、1から10気圧程度のもので、高気度放電ランプ、HID ランプの一種である。404.7、435.8、546.1、577.0、 579.1ナノメートルの基線スペクトルからなる緑がかった青白色 5700K の光原で253.7365.0ナノメートルの紫外放射を伴う。発光効率は50ルーメンごとワットと白熱電球の15から 20LMW より高いため光量が必要な分野で使われる。蛍光灯はそれよりも高く。 80から 90LMW である。消費エネルギーの変換比率は、可視光15%、赤外放射60%、紫外放射10%で、残りが熱損失となる。放射光は、赤色成分の欠けた緑かかった青白色で、炎色性がかなり悪い。透明水銀筒 RA14。紫外放射を伴うため、これを利用し、 蛍光物質により、赤色成分を補い炎色性を改善したもの、蛍光水等、RA40、さらに青翼色蛍光体を加えて、抗原色を改善したもの、炎色改善型蛍光水銀灯 RA50 がある。放電管としては、構造が比較的単純で、軌道も容易なうえ、重要な効率を持つため、特に大型、2kW までのものが廉価に製造できる。 近年では、水銀灯同様の構造を持ち、炎色性や効率のより高いメタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプに置き換えられつつある。日本では代表的な使用法として、街灯や体育館、ガソリンスタンドなどの照明器具に使用されることが多いが、日本国外ではあまりない。なお郊外で問題となるのは主に水銀灯の緑、がか,かった光である。 放電管本体である、発光管、内管と呼ぶ。石英ガラス製は、少量のアルゴンガスと水銀が封入され、両端に、電子放出性物質、バリウム、カルシウム、イットリウム等の酸化物で、エミッタとこれているお得したタングステン製の主電極と、各種電極直近に対抗電極と高抵抗を、介して接続された補助電極が、封義されている。 風義部の導入線にはモリ森部電薄箔が用いられる。主電極にはエミッタが充填されたタングステンコイルが巻き付けてある。内管は、点灯時には摂氏400度の高温となるため、通常、発光管の外側に外管と呼ばれるガラス管が被せられている。外管内は50から100キロパスカルの窒素ガスが封入されている。また、外管内面に、 蛍光物質が塗布されているものもある。指導電圧が低く高圧パルスを発生させる特別な点灯回路を必要としないが特性が不特性となっているため安定器が必要となる。安定器には単純な超過コイルあるいは磁気漏れ変圧器にいる低力率型とコンデンサを追加し力率を改善した高力率型が存在するが現在はほとんどが後者のものである。 これらの安定器を用いた場合、高圧水銀灯は、始動時に安定時の1.5倍程度の電流が流れるが、これを安定時程度に抑える、低電力系安定器と呼ばれるものもあり、電源設備に余裕がない場合や、供給電圧の安定しない場合に用いられる。また、水銀ランプ内にフィラメントを内蔵し、安定器が不要なランプ、バラストレス水銀ランプ、 超クレス水銀ランプなども存在する。安定器を必要としないが、ランプの寿命が短く、3、4程度を、発光効率も低い、1、2程度。指導時は、主電極補助電極間のグロー放電から始まり、主電極間のアーク放電へと移行する。指導直後では、水銀の蒸気圧が低く、気度も低いが、放電により、内管の温度が上昇するとともに、 水銀も発し、気度も上昇する。風入水銀が完全に蒸発して安定するまで数分を要する。消灯直後は水銀蒸気圧が高いため発光管が冷えるまでは再点灯できない。おおむね10分間程度の時間を要する。点灯中の水銀蒸気圧が1から10パスカル程度のもの。184.9、253.7。 ナノメートルの紫外線を主とした光源。紫外線源として、殺菌、オゾン発生、樹脂効果、分光分析などに利用される。蛍光灯は、この低圧水銀灯の発光管内面に蛍光物質を塗布したものである。蛍光物質がないものは殺菌灯を参照。安定器の働きをするバラストフィラメントを外管内に内蔵し 100V もしくは200。 ボルト電源に直接接続してそのまま点灯できる。水銀灯の青みがかった色とバラストフィラメントの発光による赤色系の光より一般水銀ランプより炎色性は向上する透明系 RAA-28 蛍光型 RAA-58 効率、寿命の点では一般水銀ランプに比較してやや低くなる。それでも白熱電球に比較すると 効率が良いので照明改善や仮設照明など安定器の設置が難しい場合などに使用されている。なお 100V 用バラストレス水銀灯を密閉器具で使用するとランプ内部の指導用バイメタルが誤動作し点灯が不安定になるので注意が必要である。点灯中の水銀蒸気圧が 1000kPa を超えるもの。高圧水銀灯に比べ効率や 炎色性が改善されている。また、瞬時点灯が可能である。テレビなどに用いられるいわゆるブラウン管を製造する、際に蛍光体の紫外線焼き付け工程に用いられる。日本において、ブラウン管の製造向けに用いられる、超高圧水銀灯は、通商産業省の支援による、カラーテレビを一家に一台普及させる目標に向けて、株式会社オーク製作所等で開発され、 製造販売されていた。いずれの水銀灯も内部に水銀を含んでいるため破損した場合、水銀が拡散する可能性がある。また廃棄時には環境汚染の原因ともなるため適切に回収されなければならない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。